入札談合等関与行為防止法はじめにこの動画では入札談合等関与行為防止法いわゆる完成談合防止法に関してお話ししますまず完成談合防止法につながる前提知識として独占禁止法で禁止されている行為のうち 入札談合についてお話しします。次に、官製談合防止法の内容として、法律の概要、適用対象、違反となる行為、違反した場合の措置等についてお話しします。独占禁止法とは、独占禁止法は自由経済社会において、企業が守らなければいけないルールを定め、 公正かつ自由な競争を妨げる行為を規制しています私たちの生活する自由経済社会では様々な事業者が自由に商品やサービスを提供しその中から消費者が欲しいものを自由に選べる仕組みになっていますこうした中で事業者は市場における公正かつ自由な競争に参加し商品の品質向上 技術開発、低価格化等によって自らの商品やサービスを消費者から選んでもらえるよう事業活動を行いますところが一部の事業者が自らの利益を守る目的で市場の競争を制限阻害することも少なくありませんそこで公正かつ自由な競争を促進するために制定されたのが独占禁止法です この法律は、このような行為を規制することにより、消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。入札談合とは、独占禁止法で規制されている行為の一つに、入札談合があります。入札談合は 国や地方公共団体などが発注する公共工事や、物品等の公共調達に関する入札の際、入札参加者間で受注する事業者や受注金額等を決めてしまう行為で、独占禁止法では、不当な取引制限の一類型として規制されています。入札談合の問題点 入札談合は入札制度の実質を失わせるものです。入札にあたっては、本来、個々の事業者が受注すべきかどうかについて、それぞれ自主的に判断すべきです。しかし、入札談合は、事業者同士の話し合い等により、特定の事業者が受注することを決定します。これは、入札における競争が有効に行われないようにする行為。つまり、 事業者間の競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札制度の実質を失わせる行為です。また、入札談合は、本来得られるべき価格・品質での調達を妨げるものです。もし、入札談合が行われなければ、発注期間は、より品質の良い工事や物品の調達をより安い金額で行うことができたかもしれません。 発注機関がよよりり良いもののをより安く調達すすす。るるるここととは、納税者でである国民の利益に資することですそして入札談合は事業者自身にとって自らの創意工夫による事業活動を妨げるものであり結果このような非効率的な事業者を温存することになれば業界全体の発展も停滞してしまう弊害が生じることになります。 入札談合は公共の利益を損なう非常に悪質な行為であって、決して円滑な入札、品質確保、共存共栄といった理由で正当化されるものではありません。入札談合の対象、入札談合という言葉を聞くと、公共工事の入札を対象にして行われているイメージが強いと思いますが、実は物品、業務を問わず、 ああありりととらゆるる調達物件を対象として行われる可能性がありますまた、一般競争入札、指名競争入札といったような、〇〇入札という発注方法だけではなく、随意契約のうち、指名見積もり合わせ等も入札談合の対象となり得ます。事業者に競争させているという点において、入札と見積もり合わせは共通していますので、 参加事業者同士が共同して、この競争を制限してしまうと、入札談合、不当な取引制限ということになります。特選禁止法上の措置。公正取引委員会による特選禁止法違反事件の処理は、違反の疑いがあるとの情報を入手する事件の端緒の把握。違反の疑いがある具体的な事件についての調査を行う。 事件審査、排除措置命令や課徴金納付命令等の措置の順に行われます。排除措置命令とは、違反行為を速やかに排除するよう命ずる行政処分です。課徴金納付命令とは、一定の算式に従って計算された金額を課徴金として国庫に納めるよう命じる行政処分です。また、特に重大・悪質な事件である場合等は、 公正取引委員会から検事総長に対して告発が行われることがあります公正取引委員会への通報独占禁止法違反事件の調査開始のきっかけとなる端緒の中には発注機関からの通報によるものがあります公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律いわゆる 入刑法第十条によりすべての公共工事の発注機関は入札談合等の行為があったことを疑うに足りる事実があるときは公正取引委員会に対しその事実を通知することが義務付けられておりますまた公共工事以外でもつまり入刑法に基づく通知以外にも発注機関から公正取引委員会に対して任意に 談合情報報の通がが行われることがあります入札談合等関与行為防止法入札談合は競争入札を通じて本来得られるべき価格・品質での調達を妨げるものであり発注機関の利益を損ないひいては公共の利益を損ねる違法行為ですそして入札談合等関与行為 つまり、発注機関の職員が入札談合に関与する行為は、発注機関の利益を追求すべき職員が、その利益を自ら損なう利益廃反行為に等しい行為です。完成談合防止法は、入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置、入札談合等関与行為を行った職員に対する賠償請求および懲戒自由の調査。 入札等の構成を害した職員に対する処罰について規定しています。対象となる発注機関、官製談合防止法は、発注機関及びその職員を対象とした法律です。官製談合防止法が対象としている発注機関は、一つ目が国、二つ目が地方公共団体、三つ目が 国または地方公共団体が2分の1以上出資している法人。4つ目が、特別の法律により設立された法人のうち、国または地方公共団体が法律により、常時発行済株式の総数、または議決権の3分の1以上にあたる株式の保有を義務付けられている株式会社です。3と4については、 特定法人と呼んでいますまた、3つ目の法人については、国と地方公共団体の出資を合計して、2分の1以上となる法人も対象となります。入札談合等関与行為防止法における規制、関税談合防止法における規制は、次の2つに大別されます。1つは、公正取引委員会の調査による場合、 もう一つは、捜査機関の捜査による場合です。公正取引委員会の調査による場合は、事業者に対する入札談合の調査の結果、発注機関の職員による入札談合等関与行為があると認められるときに、発注機関に対して改善措置要求が実施されます。捜査機関の捜査による場合は、 発注機関職員による入札等の公正を害すべき行為があるときに、問題となる職員に対して、刑事罰が課されます。まずは、公正取引委員会の調査による場合から紹介します。入札談合等関与行為。入札談合等関与行為とは、入札談合等に、 発注機関の職員が関与することです入札談合等関与行為には4つの類型の行為があります1つ目が談合の明示的な指示2つ目が受注者に関する意向の表明3つ目が発注に係る秘密情報の漏洩4つ目が特定の談合の補助です 完成談合防止法において、入札談合等とは、競争により相手方を選定する方法により行う契約の締結に関し、参加事業者が独占禁止法に違反する行為と定義されているところ、競争により相手方を選定する方法は、一般競争入札、指名競争入札といったような、〇〇入札という発注方法のみに限られません。 指名見積もり合わせ等随意契約であっても競争により相手方を選定する発注方法であればその対象となり得ますでは入札談合等関与行為の4つの類型がそれぞれどのような行為なのかについて紹介します談合の明示的な指示条文では事業者または事業者団体に 入札談合等を行わせることとされていますこの行為は、事業者に談合をさせることを問題視しています。例えば、発注者が事業者ごとの年間受注目標額を設定、提示して、その目標を達成するように、事業者に調整、談合するよう指示すること等が、この行為にあたります。また、A 町の職員は、土木・建築工事について、 入札の執行前に落札予定者の割り振りを行い、その結果を窓口役の同庁 OB に直接、またはその補助役の同庁 OB を通じて伝達し、窓口役の同庁 OB は割り振りの結果を業界側に伝達していたという事例があります。受注者に関する意向の表明、条文では、 契約の相手方となるべきものをあらかじめ指名すること、その他特定のものを契約の相手方となるべきものとして希望する旨の意向をあらかじめ享受し、または示唆することとされています。この行為は受注してほしい業者を示すことを問題視しています。例えば、発注者が受注者を指名、または受注を希望する事業者名を伝えること等が、 この行為にあたります意向の表明は明示である必要はなく事業者の確認・紹介に応じる行為も含まれますまた B 省の職員は水門設備工事について工事の発注前に当該工事の落札予定者についての意向を事業者間の調整を円滑に行うための世話役等と称する事業者に示すなどしていたという事例があります 発注にかかる秘密情報の漏洩条文では、入札、または契約に関する情報のうち、特定の事業者、または事業者団体が知ることにより、これらのものが入札談合等を行うことが容易となる情報であって、秘密として管理されているものを、特定のものに対して表示し、または示唆することとされています。この行為は、 談合をやりやすくする秘密情報を漏らすことを問題視しています。発注にかかる秘密情報には要件が2つあり、1つは入札談合を行うことが容易となる情報であること、もう1つは秘密として管理されている情報であることです。例えば、本来公開していない予定価格や入札参加業者を漏えいすること、 事業者から示された積算金額が予定価格と比べて高額であることを享受すること等が、この行為にあたります。また、市機構の職員は、機械設備工事のうち複数の物件について、これらの入札に参加していた事業者のうち、特定の事業者の従業者に対し、各物件における入札前までに未公表の予定価格に関する情報を享受していた。 という事例があります特定の談合の補助条文では特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体、その他の者の名の示もしくは目次の依頼を受け、またはこれらの者のに自ら働きかけ、かつ当該入札談合等を容易にする目的で職務に反し、入札に参加する者として、 特定のものを指名し、またはその他の方法により、入札談合等を補助することとされています。この行為は、談合をサポートするような行為を問題視しています。例えば、事業者から依頼を受けて、特定の事業者を入札参加業者として指名し、入札談合を容易にする行為や、分割発注の実施や、発注基準の引き下げなど、 発注方法をを変更し入札談合を容易ににする行行為為等がこの行為に当たりますまた D 氏の特別理事は D 氏発注の特定土木一式工事について特定の事業者の役員から提示された受注予定者を円滑に決定するための組み合わせ案に従い D 氏契約官に対し指名業者の組み合わせを指示していたという事例があります。 行政上の措置、発注機関職員による入札談合等関与行為が認められた場合の措置について紹介します。公正取引委員会は、入札談合事件の調査の結果、発注機関職員による入札談合等関与行為があると認定するときは、発注機関に対し、入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置を講ずることを要求します。 まず、改善措置要求を受けた発注機関は、事実関係等について必要な調査を行い、入札談合等関与行為の排除を確認するために必要と認める改善措置を講じなければなりません。また、調査の結果および改善措置の内容については、公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければなりません。次に、 改善措置要求を受けた発注機関は、入札談合等関与行為による損害の有無について必要な調査を行い、調査の結果について公表しなければなりません。また、入札談合等関与行為を行った職員に故意または重過失があった場合は、その職員に対して速やかに損害賠償を求めなければなりません。最後に、 改善措置要求を受けた発注機関は入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすべきか否かについて必要な調査を行い調査の結果について公表しなければなりません懲戒処分をするべきものであれば任命権者の判断によって懲戒処分が行われることになります 入札談合等関与行為の背景、要因。発注機関の職員がなぜ関与行為に手を染めてしまったのか、その背景、要因について紹介します。例えば、4の、外部事業者などからの働きかけに応えるために、入札関連情報を提供したり、入札談合容易化のための配慮を行ってしまったことや、6の、 職員の再就職先を確保するために、違反事件に関与してしまった、ということは、明らかに問題であることはお分かりいただけると思います。一方で、一から三の業界や地元業者を保護・育成すること、品質を確保するため、信用確実な業者へ委託すること、要請によく答えていた従前の契約業者との契約を継続すること、などは、 正当な理由に見えますし悪事を働こうとしているわけではなさそうなので問題にしなくてよいのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんしかしたとえ組織のため地域のためにと思っての行為だったとしてもまた悪事を働くつもりがなかったとしてもこのような理由で入札談合等関与行為を正当化することはできません発注機関が採用した競争入札の制度を 自ら否定するのは本末転倒であり、結局は組織や国民、住民のためになりません。組織にいれば組織の論理に陥りがちですが、一体誰のために入札等を行っているのかということを常に疑問に銘じて職務に当たることが大切です。入札等の公正を害した職員に対する処罰 次は、捜査機関のにによる場合について紹介します。条文では、職員がその所属する国等が入札等により行う売買、退職、請負い、その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を享受すること、 または、その他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役、または250万円以下の罰金に処するとされています。この規定は、事業者が入札談合をしている、していないにかかわらず、発注機関の職員が、例えば未公開の予定価格の表示等の入札等の公正を妨害する行為を行った際、 捜査機関はこのの職員を逮捕でできるというものですまた、この規定は、完成談合の防止・排除の徹底を図るため、入札等の公正を害すべき行為を行った職員の職務違反性、非性に着目して、これを刑事罰で処罰するものです。よって、問題となる職員に入札等に関する職務権限があり、かつ、 その職務に位配していることとが必要となりますここで注意いただきたい点として、この規定では入札談合等関与行為と違い、入札談合等の独占禁止法違反行為の存在を前提とするものではないという点、構成を害すべき行為は入札談合等関与行為で紹介した4つの類型に限定されていないという点、捜査機関が、 独自に探知してがが開始されれる点が挙げられます。最後に、これまでお話ししてまいりました通り、発注機関の職員が入札談合に関与してしまうと、懲戒処分や損害賠償に加え、捜査機関による逮捕・刑事罰の可能性もあり、また、社会的な信用も失墜すると考えられます。 入札談合に関与した職員個人のリスクとなりますですのでいかなる理由があっても入札談合に関与しないという意識が重要です今後とも完成談合防止法の知識と入札談合に関与しないという意識を保持していただきたいと思いますまた根本的な対策には発注機関が組織として取り組むことが重要です。 職員に入札談合等に関与させないための発注機関の取り組みの大きな柱として、1、規定の整備として入札等の手続きに関し、発注機関の職員が守るべきルールを定めて、その旨を明文化すること。2、体制の整備として入札等に関して定めたルールが守られているかをチェックする体制を作ること。三。 研修の実施として、入札等の手続きに関して定めたルール等を職員に正しく把握させる機会を設けることが挙げられます。発注機関には、これらの構築に取り組むとともに、取り組み内容を定期的に見直し、より充実したものに改善していくことが求められますが、発注機関と一口に言っても、その体制は様々であり、 体制の整備等に取り組むことが難しい場合もあると考えられます発注期間においては可能な取り組みから実施することが求められます規定の整備について 1. 入札等に係る秘密情報の内容等を明らかにし文書の持ち出し保存方法の留意点等の管理方法について明記した規定を定めること 事業者からの働きかけにかかる対応や、事業者との接触についてルールを定めること。3. 組織としていかなる理由があろうとも、職員が入札談合等に関与する行為を認めないという意思を明確化しておくこと。4. 職員が遵守すべき法令、条例等を より具体化したコンプライアンスマニュアルを作成・整備しておくことが望まれます体制面の整備について一、入札談合等関与行為防止法等に関する知見や情報の収集・管理を行うコンプライアンス担当部下室担当者等の設置二、公益通報窓口の設置三。 入札手続き等に係る事前チェック体制を整備するための取り組みとして、発注担当部下室と契約担当部下室を分離することや、使用書等のチェックに係る体制の整備。4. 入札手続き等に係る事後チェック体制を整備するための取り組みとして、一社入札や同一事業者による長期継続受注、落札率が100%または 著しく高いといった不自然な入札結果に関する情報を集約して検証する取り組みを行うこと。五、人事ローテーションの実施。六、内部によるチェックでは限界があると思われることから、外部機関を積極的に活用する取り組みが望まれます。職員教育について。一、 職員の入札談合等関与行為等を未然に防止するためには、遵守すべき内容を知識として習得する機会を設けること。二、一般職員に限らず、幹部、管理職も研修の対象とすること。三、研修という形式を取るかどうかは別にしても、職員に対する定期的な周知や意識づけが望まれます。その他の取り組みとして、 1>, 1、発注関係事務の外部委託の状況について、多くの発注機関において、高い割合で委託がされているところ、発注機関から委託先に対する入札談合等の未然防止に関する取り組み。2、再就職先を把握している OB に対する取り組みや、近いうちに退職して入札参加事業者等に再就職する予定の職員も、 研修の対象とすす。る取り組みが望まれまれ以上の点について、発注期間においては、可能な取り組みから実施することが求められます。